ここです。いつものようにですね、YouTube を見ていると、この、左下のところにですね、プレミアム公開でファンを取り込みましょうってありますよね。プレミアム公開っていうのは、要するに、同時視聴、Facebook でいうライブみたいなやつですよね。何時何分からライブしますので、皆さん見に来てね、みたいなことをやるんですけども、今回はこのプレミアム公開の話をしたいんではなくて、プレミアムの方ですよね。 プレミアムっていうのはこの右上のパーソナルデータのところから有料メンバーシップっていうのがありますからこちらをクリックすると画面が切り替わります。 YouTube Music っていうのは、YouTube で音楽を聴く際に、えー、まあ、有効になるアプリなんですけどもね、バックグラウンド再生ができるんですよ。要するに YouTube で音楽を聴く人とかいると思うんですけども、この YouTube のアプリをバックグラウンドにして他のアプリを動かしていても、スマホとかで音楽だけ流れてるよっていう形なんですよね。で、これも込みでの YouTube プレミアムっていうものがあります。YouTube プレミアムっていうのは、当然ですけども、広告が表示されません。 広告を表示しない代わりに、えー、広告料をこちらからお支払いして要するに有料課金を毎月毎月1180円とかでさせてもらって、えーまあ、有利な、ね、サービスを使っていくってことなんですけども、まあ、ダウンロードサービスその他ですね あの、YouTube をしっかりと使っていこうとする。まあ私もそうですけどもね。あのー、まあ YouTube ファンにとってはすごくいいサービスなんですよね。なんでこれを今までやってくれなかったんだって形なんですけども、しっかりと YouTube のユーザーをー掴んだからこそ、有料っていうものが始まったんではないかなと思います。これがね、月額1,180円っていうことはむちゃくちゃ安いんで、私1万円でもいいから払いたいぐらいですよね。うなん。だからこの YouTube を使って1,180円以上の価値を取り出している方っていうのは、 入った方がいいかなと思いますけども、もはやですね、YouTube で1000円の価値も取り出せない方っていないと思うんですよ。それはもうただ、何でもただがいいっていう風な、あの、価値に価格がつけられない人は別ですよ。うん、まあでも、YouTube が使えてですね、再生がいろいろできて、あの、楽しいものとかね、ためになるものが見れるのに、教育コンテンツとかもね、ありますからね、いろんな発見があるのに、1000円払いたくないっていう人はもう、ちょっとね、えー、まあ、それもいいでしょうという感じですよね。じゃあ、総裁見てみます。 はい。使ってみるんですね。簡単です。クリックします。はい。で、えっ、ー、と、パーソナルデータを打つようになってますんで、ここでいろいろと入力していくってことになります、えー。私の場合はアメックスかなと思いますよね。うん。えっ、ー、と、これで、えー、まあ、アメックスカードのデータとかをいろいろ打っていかないといけないんですけども、こちらの方はいろいろとね、大人の事情がありますので、割愛していくところがあるのかな。 すごく決済とかもこれでスムーズになっていくんではないかなと思いますけどもねえっ、ー、と YouTube プレミアムへようこそになりましたアカウント設定ご確認いただけます多分これで OK なんでしょうえっ、ー、と完了を押しますはい、えー、そうするとおっと見てください左上の表示ここはですねプレミアムに変わりましたね 以前ここ YouTube って出てたと思うんですけど、こういうふうに。はい。はい、こう変わりました。いやー、ありがたいですね。これで私も YouTube プレミアムですから、ちょっと何かもの再生してみましょうか。お、ホームセンター、広告出ないですね。お,おー、かわいらしい記憶が見れる。嬉しい。野菜食べてる。かわいいなということで、えっ、ー、と、YouTube プレミアムでした。